セルフケアマンから脱却したら、治療の方が早いんだよ。二人いるときは治療。単体セルケアでも30、治療って10、16。ちょっと誤差はあるけど、15、30、45と覚えておけばいいよ。これぐらい違うんだよ。要するに言えば、わかるでしょ。鬼じゃねえかよ。ゴーストフェイスかレイスかだっていうぐらいの勢いで、風の音はしないんだけど、心に心音する方じゃないの。暗号神とか使ってないのに、キャラクターとかはまだ全然回ってないんで。レイスみたいな立ち回りしてる鬼やな。そう。たまたまなのか知んないんだけど、ふとばらまき型。こっち、バラクタ？信号するわけねえよ。こっちは慎重に。やったら、まあ、多分途中回してるはずよ。この辺がヒロちゃんですよ。ヒロちゃんといるとサボりがないから超ハイペースで発電機が回るって異常レベル。サボりプレイヤーがいると回らないけど、透明とかはありそうやな。さっき鬼でこのステージ負けなかったっけ？ここまで。砂方位10秒。来ないならもう本人と俺は回す覚悟でやめていけません。やらなかったらフォローにね。だけだったら。これよりも遠いはずだから。簡単じゃねえかよ。消された位置の。タオルのに乗ってる？間に合わん。危ない。大丈夫、大丈夫。酸かな。酸かもしれない。
うわっ、怖っ。はい、大丈夫。で、こっち側の位置のエリアはやばいかもしんないけど、逃げるしかない。なすりつけじゃない、逃げ場がなかった。これもなすりつけマンになるんだろうか。俺はしょうがない。立て直せればまだワンチャンある。あとここだとフェンミン助けられる。ここに行ってくれればね、しかないでしょ僕らで。あ、オッケー。あ、パンダがバッティングしてるしよ、もういいだ。わあ、なんとか回避した。ここはもう自分もらえない。基本的にヨロちゃんすごいでしょ。4代目はあそこで無駄のない向きやってんの。計算され尽くした綺麗な向き。これが板も使わないで踏ん張ってんのに悲しくなってくるわ。ここの発電機だった。なんかこれ、開けらんねえ鬼の、開けやばい時間か。わあ、でも、いや、何やってんの。いや、なんで治療してんのか。治療しねえようにやってほしいよ。もう発電機回せよ。なんでこうなんだろうな。呆れるわ。毎回こうだもん。で、治療立て直す、治療立て直す。挙句の果てにこれだぞ、これ。いや、発電機どこ回すのこれ。駅だと思うわ、野良とゲームすると。もうなんで回さねえんだよこのフェンミンがよ。マジでムカつくわ。
邪魔だよ、ほんと。これが、フィーノちゃん、デッドバランス、スーパーアイス。知人の遅さ、発液にたどり着く遅さ、俺の速さ。なんでそこの発電機の音がしてそこに行け、来れないの？ほんと、どういうもたつきだよ。俺の凄さ、ヒロちゃんの凄み。こういうのがもうわかるゲーム。うん。